アジュダ宮殿アジュダ宮殿は、ポルトガル・リスボンにあるネオクラシカル様式の宮殿。19世紀に、ブラガンサ王家の王宮として建てられた。宮殿は、アジュダ地区にあり、1755年のリスボン地震で、リベーラ宮殿が崩壊した後に、ジョゼ一世により建てられた、木造のかつての王室兵舎だった。この木造建築は、マリア一世地下の1794年に、 火事で全焼し、建築家、マヌエル・カエターノ・デ・スーザによるバロック・ロココ様式建築の新しい宮殿に生まれ変わった。この時から典型的なバロック風の窓が宮殿の塔の低層部分についている。1802年、ポルトガル人建築家、ジョゼ・ダ・コスタ・エ・シルバとイタリア人建築家、フランシスコ・クサビエル・ファブリのモダンなネオクラシカル様式の壮麗な建物の 計画が信任された。1807年、ブラガンサ王家は、スペイン独立戦争の余波による、フランス軍侵攻を避けるため、ブラジルへ亡命し、建設計画は、非常に遅く進み、後ファブリカラ・アントニオ・フランシスコロさえ引き継がれた。財政難のため、建設計画は一定の尺度に従い縮小された。冬の庭園宮殿は1861年以後、ルイス一世と、 王妃マリアピアラ王家の高級的な王宮となった。お抱え建築家、ポッシドニーオダ・ダシルバがファサードを側部ファサードに変えるなど、多くの美術的変化を加えた。ルイス一世に先立たれた王妃マリアピアは、1910年に軍事クーデターで王政が廃止されるまで、アジュダ宮ルーに住み続けた。現在、アジュダ王宮は、博物館となっている。アジュダ宮殿は、 ディスボンで初期に作られたネオクラシカル様式建築の一つである。宮殿は中庭で四角に仕切られている。宮殿の西翼は未完のままで、東翼は二つの塔を持つメインファサードがある。ファサード中央部はポルトガルの紋章を掲げたティンパヌムで、ジョアキン・マシャード・デ・カストロ作の力天使像と19世紀初頭に作られた十二使徒像のあるエントランスホールがある。 内部は19世紀のポルトガル人芸術家の手による重要な作品で飾られている。ありがとうございます。